そこ兄ちゃん、あんばにぎよって。はい。トリア、はい。はい。
はい。はい。トリア！
くぜ。とりゃ。
ちょっと待た。なんか、おい。通行料払わんか。やるしかない。
ちょっと待て、今日は見逃しちゃうぜ。殺しちゃうぞ。逃げよったな、畜生が。逃がすわけなかろうもん。おい、お、ちょっと待たんか。いや、頭が悪いそうばい。バッテン、おかしかっちゃね。なんか二日酔いやなくて、頭ば激しくぶつけたことは痛さなんやけど、俺、昨日転んだりしおらんかった？いや、でも念のため病院に行った方がいいんじゃ。よかよか、焦げ見えても石頭やけん。それじゃ今日も仕事頑張ってくれんね。ジムの平川さんに声ばかけてみて、利用依頼が来とうと思うけん。わかりました。
はい。Thank you.
到着しました。はい、はい、はい、
やるじゃねえか。何？いいレースだったぜ。何？おい！いや。ここは俺のお気に入りの店でね。まあ遠慮せずに食ってくれや。すいません。ではいただきます。うん。まあしかしすまんかったな、面倒なことに巻き込んじまって。やつらデビルキラーとか言ってましたね。そう、流すデビルキラー、この一帯を牛耳ってる走り屋チームだ。昔は走りを追求するストイックな集団だったが、今はただの暴走族、悪さばかりしてる最低の連中だよ。そうなんですか。だがまずいことになったな。運転手さん、完全に奴らに狙われちまったな。奴らは狙った獲物は逃がさねえ。きっとまだあんたにレースバトルを吹っかけてくるはずだ。レースバトルを？で、私はどうすれば？それなんだが、うんちゃんには勝負を受けてほしいんだ。そして、奴らを返り討ちにしてほしい。本気で言ってるんですか？なあ、冗談みたいに聞こえるかもしれねえが、俺は本気だ。あんたの腕を見込んで頼んでいる。奴らにとっては速さが全てだ。どれだけ強制的に捕まえても、レースバトルで負けなかったら奴らは納得も思わない。奴らを実質的に潰すにはレースバトルでコテンパンにするしかないんだ。あいつらもあれで一応走り屋だから。だが我々警察が奴らと一緒にレースバトルをするなんてことは当然許されない。だから俺らの代わりに奴らと戦ってくれる協力者が必要になる。
それが私だと。あんたはいい腕を持ってる。あんただったら奴らをギャフンと言わせることができるかもしれん。俺はそう思ってる。頼む、協力してくれねえか。奴らをこのままにしておくわけにはいかねえんだ。しかしあいつらはここ数ヶ月でどんどん勢力を増してきていやがる。被害も増える一方だ。最初はあいつらも走り屋だけを標的にしていたからまだ良かった。だが最近じゃ一般人でもお構いなしだ。家族連れ、老人、あんたと同業のタクシー運転手だってかなり被害に遭ってる。タクシー運転手？ああ、あいつらをこのまま放っておいたらいずれあんたの同僚も危ない目に遭うかもしれねえ。うちゃん、頼む。この通りだ。俺はこれ以上被害者を出したくねえんだ。わかりました。本当か？ええ、俺で役に立てるなら。ありがとう。すまんが、よろしく頼む。さあ、遠慮せずにもっと食ってくれや。腹が減っては戦はできぬっていうしな。あ、付き合ってくれてありがとうな。これからいろいろ迷惑かけると思うが、よろしく頼む。はい、よろしくお願いします。ああ、そうそう、申し遅れた。俺の名前は古道だ。県警の古道。うんちゃんの名前は？桐生。いや、鈴木と言います。あんたのレースバトルを邪魔しないように警察には俺から言っておくから安心してくれ。それじゃ、頼んだよ、鈴木さん。ただいま戻りました。ああ、鈴木さん、和田サンバ送ってもらって悪かったね。今日はどげんやった？お客さん着いたね。いえ、それがデビルキラーという連中に絡まれました。どうされましたか？ああ、いや、なんでんだか。デビルキラー、あの暴走族みたいな連中のことですよね？ええ、彼らにレースバトルを申し込まれまして。レースバトル？まったく、こんな素人相手にバトルを申し込むなんて、奴らには走り屋としてのプライドがないのかよ。それでどうなったんです？勝ちました。デビルキラーに？ええ、そして県警の古道という方からデビルキラーをレースバトルで倒してほしいと言われました。レースバトルで倒すことがあいつらを潰す最善の方法だと。そんなことって？そうね、鈴木さん、事情は分かったわい。その古道さんいう人には俺の方から確認ばしておけ。社長、すみません、面倒なことに巻き込まれてしまいまして。ご迷惑ですよね。迷惑だなんてそげんことなかよ。鈴木さんが悪いわけやなかっちゃけ、謝らんどいて。悪かとはデビルキラーなんやけ。社長？悪い悪い。とりあえず鈴木さん、今日はお疲れ様。いろいろあったけん上がってもらって大丈夫ばい。もしまだ仕事ばしたかとやったら、ジムの平川さんに声ばかけてみて、利用依頼が来とうと思うけん。わかりました。それじゃ、よろしくね。
お待たせいたしました。いや、来てもらっちゃってごめんなさいね。ここら辺は全然わかんないもんで。いえ。あ、僕達也って言ってシェフやってんですよ。テレビとかにも出てんですけど知りません？すみません、あまりテレビは見ないもので。ですよね、テレビとか見なさそうな感じですよね。なんかここら辺で美味しいお店教えてほしいんですけど、なるべく雑誌とかテレビとかに紹介されてないとこがいいな。美味しい店ですか。わかりました。では出します。よろしくお願いします。ここです。へえ、水炊きの店ですか。店構え雰囲気ありますね。さてと、それじゃあ行きますか。え、私もですか。当然でしょう。もし一人で行って微妙だったら困るじゃないですか。はあ。いらっしゃいませ。ご注文お決まりですか。一番のおすすめは何ですか。おすすめは一番人気の水炊きでございます。なるほどね、じゃあそれください。かしこまりました。お待たせいたしました、水炊きでございます。へえ、結構家庭料理っぽい感じなんだね。それじゃあいただきます。おいしい。これおいしいね。いや、正直ちょっと感動しました。最初ちょっとね、嫌な予感がしてたんだよね。なんかご当地料理ですって言ってどこでも食べれる水炊き出てくるんじゃないかって。いや、もう全く違う。鶏のいいお出汁出てるけどほとんど臭みがなくって、いろいろ丁寧に作ってるんだなって感じるよね。これはね、参りました。ありがとうございます。料理長も喜びます。運転手さん、いい店教えてくれてありがとう。はあ、気に入ってもらえたならよかったです。いや、美味しかった。運転手さん、結構グルメなんですね。いえ、普段は食事は簡単に済ませてしまうので、あまり。そうなの？そんなのもったいないですよ。料理って不思議な力があると思うんですよ。食べた人が笑ったり喜んだり幸せになれるんです。僕自身シェフやってますけど、作り手の思い以上に料理には何かがあるって思ってるんですよ。気持ち一つで普段の食事がいろんな力になるんです。これってすごく素敵だと思いませんか。そうですか。あんまり伝わらないかな。あ、そうだ、僕まだこの街いろいろと食べ歩きする予定なんで、暇な時に声かけてくださいよ。美味しいものを楽しく食べるといろいろといいことがあるのを教えてあげますから。はあ、また機会があれば。期待して待ってますから来てくださいよ。それじゃあ。
鈴木太一さんですね。少々お聞きしたいことがありまして、お時間いただけないでしょうか。悪いが忙しいんだ。でももう仕事は終わったんですよね。見ればわかるだろう。運転だけが仕事じゃない、いろいろやることがあるんだ。本当に少しだけでいいんです。お時間いただけませんか、桐生一馬さん。ここじゃお互い都合が悪いでしょう。場所を変えませんか。何の用だ。すでにお分かりのことと思いますが、自分たちは東条会の大門担がせてもらってる人間です。今回堂島会長の福岡訪問にあたり、本家本部長兼会長秘書の直系青山組組長青山から会長の護衛役を仰せつかりました。私森永と申します。横にいるのは私の弟分の藍蔵です。長い挨拶はいい。それで俺に聞きたいことってのは。堂島会長の行方です。行方。ええ、実は昨晩会長は山笠組の斑目組長と杯交渉のため長洲街で面会しました。交渉自体は問題なく終えられたのですが、その後の会長の足取りがわからないんです。堂島会長が面会終了後、単独で行動してタクシーに乗り込んだところまでは分かっています。その後車で追いかけたのですが、福岡の交通事情に疎い私たちは不覚にも会長が乗ったタクシーを見失ってしまいました。会長を乗せたタクシーのナンバーの情報を陸運局に紹介した結果、車は長洲タクシーという会社のものであること、その後運転手が鈴木太一という人間だということまではたどり着きました。だが会長が鈴木太一という人間と知り合いだったという情報はない。それで私たちは謎の運転手鈴木太一さんに会うため、ここであなたの帰りを待ち続けたというわけです。なぜ会長が待機列の中ほどにいたタクシーにわざわざ乗るような行動を取ったのか、その理由が全く分かりませんでした。ついさっきまでね。まさかその運転手が東条会の4代目桐生一馬さんだったとは。正直今も驚いています。人違いだ。桐生さん、堂島会長の行方何かご存知ではないですか。俺は客を乗せ高速を走り、再び長洲街の近くで降ろした。それ以外のことは何も知らない。本当なんですね。ああ。話はそれだけか。じゃあ俺は会社に戻る。それでいいんですか、桐生さん。本当にあなたは堂島会長を見捨てたまま平気でいられるんですか。見捨てる。そうです。東条会は今大きな選択を迫られています。福岡に来たのもそのためです。その大事な場面で
会長が消えるなんてただごとじゃない。事故か、あるいは最悪な場合。そんな状況だというのに、なんでそんなに冷静でいられるんですか。そんなに簡単に会長のこと見捨てられるんですか。あいぞ、自分はまだ東条の大門担いでから日も浅いです。正直、四代目がどういう人だったのかも分かりません。でも会長はいつも言ってました。俺は四代目の作った東条会を守りきるって。愛沢、今回の山笠組との一件も本当は他の幹部から反対されていたんです。山笠組と東条会は格が違う。五分の杯なんかありえないと。でも会長は四代目との約束を守るため泥水を飲む覚悟をされたんです。教えてください、四代目、あの夜会長はどこに行こうとしていたのか。いや、俺は本当に知らないんだ。あんたそれでも男かよ。堂島会長は友達じゃねえのかよ。愛沢、どういう事情があるんだか知らねえが、どうしてそこまで白切り通すんだよ。愛沢、その手を離せ。離せと言ってるだろ。わかりました。あなたは桐生一馬さんではなく鈴木太一さんだと、そういうことですね。そうだ。兄貴。わかりました。だったら話は簡単です。今からあなたには痛い目に遭ってもらいます。なんだと。あなたが東条会の四代目だというなら、どんな事情があれ我々が手出しすることなどできません。ですが、あくまで一階のタクシードライバーだと言い張るのなら話は別。力ずくで本当のことを教えてもらうまで。仇に手を出すってのか。間違いは承知の上、しかし今一刻を争うとき、綺麗事を言ってられる状況じゃありません。我々はヤクザなんです。いざとなれば暴力を使うということはご存知のはずだ。いいだろう。そういうことなら相手するしかねえようだな。覚悟してください。行きます。全力で行かせてもらいます。Come on.
4代目、俺が知っていることは全て話した。それだけは本当だ。この後どうするかはお前たちの仕事だ。